中島町浜田にあった公立高等学校。野戸地区の高校再編において、同じ七尾市内の石川県立七尾市の高等学校に統合をされ、並行した。主に七尾市内からの通学生が多い。七尾市内や中野戸地区からの通学生に加え、加賀地区、金沢地区、奥野戸地区桃園校からホームステイ制度を利用して通学している。 高校周辺のいくつかの住宅が制度に加盟していて、学生はそこに下宿させてもらう形で通学している。その他2005年の石川県立高等学校の学生撤廃による修行時間の繰り下げにより、金沢地区からの鉄道による通学も容易になったため受け入れている。全国でも珍しい演劇の科目を持つコースで、理数英国社の各科目に加え、 演劇表現やダンス、郷土芸能などといった他校にはない特色ある授業がある。毎年6月頃には3年生が旧中島町役場横野の能登演劇堂で卒業公演を行う。シェイクスピア劇や最遊記などをクラス全員で演じる2年半の演劇関連の授業の集大成を発表する学校を代表する一大イベントである。その他、 演劇コースの生徒や一部の普通コースの生徒を中心に周辺の老人ホームや文化施設などで寸劇やダンス、歌、太鼓演奏等を発表している。年に数回、野と中島駅のボランティア清掃を行う。毎年6月に旧中島町役場横野野と演劇道にて演劇コースの生徒による3年間の授業の集大成といえる卒業公演が行われる。 2年生の2学期頃に台本が決まり、練習に取りかかる。1クラス約20数人全員が出演する中島高校最大の学校行事となっている。主に学校祭などのイベントの企画を行ったり、中島駅のボランティア清掃活動などを取り仕切ったりする。主にダンス部、演劇部、陸上部、合唱部などの活動が盛んである。グラウンドは広いが、 生徒数が少ないため、部員も集まらず、野球、サッカーなど多人数で試合をするスポーツの部活動は、設立できないのが現状である。部に所属しない生徒が大半を占めているため、就業時刻直後の列車が、生徒の乗車率が一番高い。2004年度までは、始業時間が8時20分だったが、当時穴水方面からの列車が8時21分。 七尾方面からの列車が8時26分にそれぞれ到着していた。どちらも修行には数分差で間に合わず、通学生は修行時間の約30分前に到着する列車で通学しないと遅刻になった。2005年度、石川県内で第3学区まであった学生が廃止され、金沢地区や穴水地区からの通学に柔軟に、 対応するため、始業時間を8時40分に繰り下げ、実質小松駅からでも5時台の始発列車で通学することが可能になった。当時、のと鉄道の都線の配線も騒がれていて、現状では、穴水や穴水以北の地区からの受験者がさらに減ってしまう可能性が危惧されていたことも影響しているものと思われる。通学可能エリアが広がる反面、 能登地区では利用者の少ないバス路線で、減便、区間廃止などが急速に進み、同じ七尾市内や隣の志賀町内であっても、公共交通では、中島高校への通学が非常に困難、もしくは不可能というケースも多く出てきている。ありがとうございます。